はいどうも、こんちゃくれいです。プロスペースやっていきましょう。というわけで、今回は、間もなく登場が予想される TS 第2弾。こちらについて動画撮っていきたいと思います。先月もですね、この TS に関しては、第1弾というところと2019年全体でのね、TS 予想という動画をアップしているんですが、まあ、今回もですね、この動画と重複してしまう部分も多々あるかなというふうには思うんですけれども、まあ、必要なところだけでもね、ぜひ見ていただければと思います。はい、ということで、今回もかなり盛りだくさんなお話になっていくと思いますので、もう早速本編の方をやっていきたいと思います。はい、というわけでございまして、まず最初にですね、前回と同様に過去3年の TS の流れからおさらいをしていこうかなと思います。まず最初に、最近始めた方からすると、タイムスリップ、TS って何ぞやっていう話だと思うんですけれども、基本的にタイムスリップは、現役、コーチ、監督がですね、全盛期の能力で登場するレアリティになっております。で、似たようなもので、OB っていうレアリティもね、シリーズ2に登場するんですけれども、基本的には解説者の方とか評論家の方、いわゆる NPB に所属していないレジェンドの選手が登場するのが OB という形でございます。まあ、あと細かいところで言うと球団職員とかあとは GM とかっていうところの背番号のない元選手レジェンドに関しては OB 扱いになりますと。まあ、ここはねぜひ押さえておいてほしいポイントかなと思います。で前回ね3年連続登場した選手ってごくわずかなんだよって話をね、まあ、この流れの中からお話をしていたと思うんですけれども、まあ、過去3年ね登場していた選手3年連続で登場していた選手が池山選手福留選手そして内川選手松坂選手に高須選手小山選手というね、6名だったんですけれども、もう早速第一弾でですね、福留選手が登場しましたので、まあこれに伴って、これらの選手の4年連続登場もあり得るよというところになってきました。まあ池山選手に関してはね、実は NPB の所属外れてますので、まあ今年登場する可能性はないんですが、内川選手、松坂選手、高須選手、小山選手、この4名に関しては、まあ今年も登場する可能性あるなというところでございます。はい、ということでございまして、まあ以上が流れではあったんですけれども、こっからですね、2019全体の TS 選手予想をやっていきたいと思います。まあ、ここもね前回やったポイントではあるんですが一部ね、コメント欄とかでいただいて追加した選手とかもいますのでぜひ見ていただければと思います。前回の動画の中でここの部分でですねパープル2019のアップデが候補として強いんじゃないかっていう説をね、お話しさせてもらったんですけれどもまあ、結果として TS 第1弾にはねあんまり関係がなかったラインナップだったかなと思います。ただでもこのラインナップ TS で登場しそうな選手はたくさんいるのでまあまあ関係がゼロとは言い難いかなぐらいに思っていただければいいんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということでここから早速ね各球団見ていきたいと思うんですがまずは西武からいきましょう。はい、西武こんな感じでございますと。前回はですね TS 対象から外れた選手過去登場してっていうところとあと新規登場しそうなっていうところの3つだけだったと思うんですけれども TS 第1弾が登場したことによって今年登場済みの選手という項目を作りました。で合計4つの項目になっていると思うんですがまず TS 第1弾は西武中島選手来ましたよね。でこの中島選手は過去もね登場していたんですがまあ久々のね登場になっていたかなと思います。でこの西武で言うと前回から追加したポイントとしては細川選手かな。キャッチャーのね細川選手を新規登場しそうな選手の中に入れさせてもらいました。まあ第1弾でね中島選手が出たというところでまあまあ結構予想されてる方も多いと思うんですが今年は松井稼頭選手同じショートというポジションなのでまあ西武では来ないんじゃないかっていうところがねまあちょっと濃厚になってきているのかなというふうには思います。ただでもね松井稼頭選手欲しい方たくさんいるとは思うのでまあどうなるかなっていうところかなと思います。であとは4年連続登場がどうかなと思われていたところで福留選手が出てくれたことによって松坂選手のね登場確率もぐっと上がってきたのかなというふうに思っています。続きましてソフトバンクですね。はい、ソフトバンクは前回第1弾で長谷川選手来ましたね。でこの長谷川選手は新規登場そうな選手の中に入れていた選手ではあったんですがもう早速第1弾で来ましたよと。というところで第2弾は個人的には既存の選手過去登場した選手の中から出るんじゃないかなというふうに思ってますが新規登場そうな選手の中に森福選手追加しました。まあ今は巨人に所属されてますけれどもソフトバンク時代の森福選手っていうところも TS ではワンチャンあるのかなというふうに思っています。続きまして日本ハムですね。はい、日本ハムに関しては田中健介選手が第1弾で登場しましたと。でこの田中健介選手も長谷川選手同様に新規登場しそうな選手の中に入れていた初めて登場になった選手でしたね。というところでこの日ハムに関しても次は既存の選手が来る可能性がまあまあ高いのかなというふうには思っているんですが特に日ハムは今回この項目の中に追加した選手いなかったかな。まあぜひですねちょっと候補選手いましたらコメントにて教えていただければと思います。まあ個人的には結構この日ハムのラインナップで言うと
小笠原選手が肝かなと思っていて、まあ、小笠原選手はね巨人でも出る可能性があるので、日ハムで出るか巨人で出るかっていうところでかなり変わってくるかなというふうに思います。続きましてオリックスですね。はい、オリックスは赤堀選手がですね第1ラウンドで登場いたしました。この赤堀選手は過去登場していた選手ではあったんですけれども、次はどうですかね。まあ個人的には新規の選手来るんじゃないかなと予想しているんですが、前回ですねソフトバンクのところに入れていた荒井広政選手を、近鉄バージョンということでオリックスの方にね入れさせてもらいました。うん、まあちょっとオリックスもね予想難しい球団かなと思っていますが、まあ全体的に見てね TS かなり強い選手が多い印象ではあるので、ちょっと期待はしておきたいかなと思います。続きましてロッテですね。ロッテは第1弾小野選手が登場いたしました。ここはね新規登場そうな選手の中に予想を入れていた選手ではあったんですが、まあそうなってくると次は既存の選手出てくるんじゃないかなと思っていますが、ここも特に追加した選手はいなかったかな。個人的には今年出てほしい選手で言うと、まあそうだな、覚醒でこの間成瀬選手が出ましたけれども、そこでね成瀬選手の A ランク獲得しておいた方からすると、まあぜひ出てほしいポイントにはなってくるのかなと思います。あとはやっぱり欲しい方が多いところで言ったら福浦さんかな。まあその辺がメインにはなってくるんじゃないかなというふうには思います。はい、続きまして楽天ですね。はい、楽天は第1弾で岩隈選手登場いたしました。ここもですね新規登場そうな選手の予想の中に入れていた選手の一人なんですが、もう早速ね第1弾で出てきたかというところでございます。ってなってくると、まあ第2弾以降過去登場した選手が出る可能性は高いのかなというふうに思うんですけれども、まあここも特に追加した選手はいなかったかなと思いますが、まあただ楽天で言うとやっぱり西武で中島選手が出たことによって松井稼頭央選手は楽天で出る可能性が高くなったのかなっていうふうに個人的には思っているので、まあそこはちょっと既存の選手ではないですが注目ポイントにはなってくるのかなと思います。続きまして広島ですね。はい、広島は第1弾栗原選手で登場いたしました。この栗原選手も過去登場した選手の一人ではあったんですけれども、まあ今まだねファーストが登場してないというところではかなり貴重な存在になっているのかなとは思います。まあこの広島も特に追加した選手はいなかったとは思うんですが、まあ次はね新規の選手あたり出てきそうな予感はしているので、東出選手、広瀬選手、森笠選手、そして大竹選手、石原選手あたり出てくる可能性高いのかなというふうに思っています。続きましてヤクルトですね。ヤクルトはですね第1弾 TS バレンティン選手登場いたしました。これはねかなり魅力的なねポイントになったとは思うんですけれども、まあこのバレンティン選手はね TS 出るかなどうかなぐらいの感じでお話をしていたとは思うんですが、もう早速ね第1弾で登場してくれたと。でなってくると、まあ既存の選手か、ただまあバレンティン選手も新規の選手とはいえ一応現役のね A ランクもバシバシ出ている中ではあるので、限界突破しやすかったという点では、まあまたさらに新規の選手がね登場してくる可能性もなくはないのかなというふうには思っています。今年このヤクルトに関してもラミレス選手が巨人で出るのかヤクルトで出るのか、もしくは裏を書いて横浜で出るのかというところもちょっと注目ポイントにはなってくるのかなと思います。あとは今現状ねかなり活躍をされている五十嵐選手なんかもう TS で出る可能性は非常にあるのかなというふうには思っているので、まあ、そこもまた注目ポイントにはなってくるかなと思います。あとは伊藤選手がですね前回僕多分 TS 対象から外れた選手っていう扱いにしていたと思うんですけれども、今年から楽天の投手コーチだったかなに復帰をされてますので、 NPB に今年から復帰されてますので TS 対象選手に戻りましたというところで考えていくと、ヤクルト伊藤選手っていうところも可能性はあるのかなとは思っています。はい、続きまして巨人ですね。巨人は第1弾久保選手が登場いたしました。この久保選手もですね新規登場選手というところにはなったんですけれども、まあこの巨人はね前回もお話しましたが、今年ねかなり新規登場そうな選手が、ずらっと並んでおります。まあ候補が多いということはそれだけ予想も難しいというところであるんですけれども、まあ先ほどからお話ししてます通り、ラミレス選手、小笠原選手あたりがどっちの球団巨人で出るのか、はたまた他の球団で出るのかっていうところとかでもまた大きく変わってくるのかなというふうには思っています。まあ、あとは注目ポイントで上原選手が上がっていたと思うんですけど、まあ、先日ね現役引退発表されたので、まあちょっと難しいかもなっていうふうには思ってますね。はい、続きまして DeNA ですね。 DeNA は第1弾三浦選手登場いたしました。まあ、ここもですね OB では登場していたんですが、 TS というところで初登場になってます。 DeNA に関しても特に追加した選手はいなかったと思うんですが、まあ今年注目ポイントで言えば第1弾予想の中にも入れたんですが、村田修一選手あたりかなというふうには思っています。あとは内川選手のね4年連続登場というところも、先ほども言いました通り福留選手がね4年連続出たことによって可能性としては出てきたかなというふうに思っています。はい、続きまして中日ですね。中日は第1弾福留選手が登場いたしました。まあかなり想定外な部分ではあったんですけれども、この中日もちょっといじったポイントで言うと、 TS 対象から外れた選手に関川選手が入っていたと思うんですけれども、ここもですねちょっとミスで、関川さんは今現状ソフトバンクだったかなのコーチをされてますので、TS 対象選手というところに、書き換えさせてもらいました。まあただ
中日は次のラインナップ新規の選手が出てきてもおかしくはないかなというふうには思ってます。まあ中日もねかなり強い選手 TS の予想の中にも上がってますが、ぜひちょっと注目したいポイントかなと思ってます。まあ早速もう福留選手が出た中ではありますが、今後の TS にもね注目できるかなと思います。続きまして阪神ですね。はい、阪神は第1弾平野選手が登場いたしました。この平野選手も過去登場していた選手の一人ではあるんですが、まあまあ久々の登場になっていたかなと思います。で阪神もですね、まあ今年やっぱり目玉といえば矢野選手、矢野昭弘監督、まあ今年から監督になった矢野さんというところがキャッチャーというポイントでは注目ポイントになってくるのかなというところと、まああとは去年ね登場してかなり人気になった鳥谷選手あたりの TS っていうところがかなりまた注目ポイントにはなってくるのかなと思います。はい、というわけでございまして、以上がですね全体的な予想ではあったんですけれども、こっからですね本題でございます。第2弾12名のピンポイント予想と登場日予想をやっていきたいと思います。まずですね登場日の予想なんですけれども、この登場日は5月28日が濃厚だと予想しております。まあ逆にこれ以外の日が思いつかないというレベルではあるんですけれども、一応理由としてはこんな感じ。はい、今現状開催されているイベントガチャっていうところが全て5月28日で切り替わる形になっています。そして今開催中のエナジー増量キャンペーンというところも5月28日で終了と。であとは過去スケジュール、去年のね TS 第2弾の登場スケジュールとか一昨年の TS 第2弾の登場スケジュールというところから見ても特にずれているわけでもないので問題ないかなというふうに思っています。まあ 95% ぐらいの確率で5月28日に来るんじゃないかなと個人的には思っております。はい、ということでこの動画の最後に TS 第2弾12名ピンポイント予想をやっていきたいと思います。第1弾の時にもお話をしていたんですけれども、今年はですねこれを外した数かける10連というところですね、罰ゲーム追加ガチャという感じでやっております。第1弾に関しては予想こんな感じで上げていて、結果としては12名中3名のね的中という形でございました。まあ第1弾というところはかなり候補選手がいる中で一番難易度が高い中で、まあ、よくね3人当たったなというところではあるんですが、まあ結果として9名はね外したので追加で90連というところは動画の方でアップさせてもらいました。で第2弾もねまたこんな感じでやっていきたいと思うんですけれども、第2弾もねかなり予想難しいです。正直本当にめちゃくちゃ難しいというところでかなり悩んだんですけれども、過去3年のこの TS 第2弾の傾向をいろいろと調べてきたんですけど、まあ投手と野手のバランスで見てもこんな感じでですね、いや本当にね予想難しすぎるでしょうという形になっております。ただまあ共通点としては強いて言うならば捕手っていうところですね。キャッチャーは毎年1人以上登場しているので、まあ、TS 第1弾でもねキャッチャーは登場しなかったので第2弾あたりは登場してくるんじゃないかなという予想をしております。はい、まあそんなところも含めて TS 第2弾ピンポイント12名予想はこんな感じでございます。はい、いやこれ本当にね考えるのめちゃくちゃ時間かかったんですけれども、まあ一応個人的に重視したポイントというか、まあ、その時に考えていたポイントとしてはこんな感じでございます。はい、まあ一応これね、人数数えてもらえればわかると思うんですけれども、投手が4人野手が8人というバランスなんですが、 TS 第1弾はですね投手5野手7というバランスで投手が多かったので、まあ今回はちょっと野手が多い投手4野手8という形になってくるんじゃないかなという予想をしております。で今回捕手ね2人予想を入れました。島選手と矢野選手ですね。まあ正直これもね微妙なところではあるんですが、まあ第1弾0人だったので第2弾で1人以上は出てくるんじゃないかなという予想をしてます。あとはファーストの選手ですね。ファーストの選手で言うと今ここで言うと福浦選手かな、を入れているとは思うんですけれども、まあ誰かしらファーストの選手は来るんじゃないかなと予想をしております。まあ遅かれ早かれファーストの通常選手も追加はされるんですが、まあまだ現役の選手通常の選手で追加されていないというところのポジションで言うと、まあファーストというところは誰かしらこの TS で出てくるんじゃないかなと思っています。で最後あとはもうフィーリングというところで、いやもう本当にねこの予想は何度やっても難しい、なかなか本当に難しいというところであるんですけれども、まあ正直今回そこまで攻めたラインナップはしてないです。まあ毎年の流れとして第2弾と第4弾偶数弾に関しては60連目で自チーム確定があるというところも関連してなのか、まあそこまですごい豪華なラインナップっていうわけではなくて、まあやっぱり TS 第1弾第3弾第5弾の奇数弾に比べるとちょっとねラインナップとしては劣るかなというふうに思っています。なのでまあ超目玉というラインナップはそこまで多くはないのかなというふうには思っているんですが、とはいえね、欲しい選手がたくさんいるだろうなっていう選手をピックアップして入れております。まあこれはもうあくまで僕個人的な予想でしかないので、まあこいつこんな予想してんだなっていうぐらいに思っていただけるといいんじゃないかなというふうには思います。はい、ということでございまして、今回は間もなく登場が予想される TS 第2弾に関して動画を撮っていきました。まあ正直今回の予想も、まあ前回以上12名中3名以上というところも当たるかどうか正直微妙なところだと思っていますが、まあぜひ皆さんが予想する TS 第2弾のラインナップなんかもね、ぜひぜひコメント欄にて残していていただければと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そして Twitter のフォローとよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。